皆さんこんにちは働く未来をお得に考えるタイプメンバーズパークがお届けするビジネスパーソン向けのオンラインキャリア講座私たちのキャリア入門キャスターの戸名木織江ですそれでは講師をご紹介しましょう慶応義塾大学大学院の特任教授高橋俊介さんです高橋さんよろしくお願いしますどうも高橋ですよろしくお願いします さて時代の流行りすたりに惑わされず自分らしいキャリアを作っていくためのヒントをシリーズでお届けしている私たちのキャリア入門今回がいよいよよ最終回となりました最終回第15回目のテーマは「良い人生に導く良い習慣」「幸せな人生につながる」「働き方生き方」ですね。ね大きいテーマ、はい、最後のまとめにふさわしいテーマだと思うんですね、えー、あの人生仕事だけじゃもちろんないですよね。 ただ、仕事人生というのは、人生そのものの中でも重要な部分の一つですよね。一日で働いてる時間って長いですからね。そう、やっぱり、これはね、日本人だけじゃなく、海外の人もね、よく言いますよ。やっぱり、その人が職業的に満足度の高い、ね、あの、まあ、職業キャリアを。まあ、あの、得られることができたかどうかは、人生の幸せにおいて、非常に重要であると。もちろん、それだけじゃないけどね、はい、っていうことを言いますよね。えー、で、そういう意味でですね、なおかつ、幸せっていうのは。 あの体の健康もあるじゃないでですすかはっっっきり言ってて、はい、これ仕事だってそうですよね体が資本だしでもちろん精神的心理的な充足感満足度っていうのもあるでしょじゃあ結局、まあ、別にあの年取るために生きてるわけじゃないんですが年取った時に本当に仕事人生も含めてあ幸せな人生だったなとより思えてより健康で、えー、人生の終盤を終えることができる人ってそうじゃない人と一体何が違ったんだろうかというような壮大な調査を してそれを本にしたものがあるんです。これね、はい、あのエイジングウェルっていう本なんですね。あのこれは実はですねハーバードメディカルスクールのお医者さんです。精神科のお医者さんなんですが、はい、この人が書いたんですが、この人だけの調査ではなく、何十年ものにわたって約60年間にわたって継続してさまざまなま研究者の方々が協力しながらあのまあ、リレー方式でやってきたものの集大成なんです。はい。 広報都っていうんですけど広報都っていうのはやっぱり集団いわゆる一種の,あの被験者の集団のことを広報都といって3つの広報都数百人ずつ一、えー、つがボストンのイタリアの貧民街の人たちもう一つが女性で非常に IQ の高い女性たち当時のからもう一つが確かあのハーバード大学の卒業生のある年度の人たちそれぞれ何百人かずつをなんと60年間にわたってリアルタイムで5年に一遍 医師とか専門家が面接調査を実際にして5年ずっとその何百人もの人たちの60年間の人生に寄り添って観察してきたで80歳になった時に結局心身両面から幸せな人と、ね、そうじゃない人が徐々に分かれていく。 これ何が違ったんだろうかと、で結局ね、あの八十歳になってから。あのいわゆるトラックバックして質問していっても、本当に正確に答えるかどうかわかんないでしょそうですね。あと振り返ってみて、何かもう嫌なことも忘れて幸せだったなって思え,な、ね、思えるかもしれないし。ね、だから本当に性格わかんないでしょだから本当に正確を消すためにはリアルタイムで。ずっと観察し続けなきゃいけない。すごい調査だから、ね、他にないんですよ。うん、はい。そしたらね、幸福なおい、心身ともに幸福なおいっていうのは。 7つのまず要因が表面的にはねあるんだってことですまず1つ目が非喫煙つまりタバコ吸ってる人は不幸なんです<ー>ただね、はい、タバコ吸うから不幸になるのか不幸だからタバコ吸うのようになるのかまあちょっと微妙なんですけどね。はい、それから健康体重これもそうですよね当然ある背の高さである程度の健康体重、はい、それから適度な運動、はい、これやっぱりやってる人はあの心身ともに、えー、いいと でもねそういう健康な体になるためにタバコをやめ体重をコントロールし適度な運動をし続けるという長期的視点で自分自身の行動を変えていくあるいは良い習慣を続けられるっていう力がある人がやっぱり幸せになってるんだっていう言い方もできますよね、はい、そ,うですねそういう見方ももますよ、ね、著者もそんなものの言い方をしてますね。それからすごく重要なことが成熟した防衛規制だって言ってました。 防易規制というのは何かというと。まあ要するに、あの世の中でね。え、いろんなひどいことが起こるわけですよ。あの、とんでもないね、不況になるでしょ不況、うん、になるときに、人間というのは自分自身を自分で癒す機能があるんですね。これがちゃんとうまく働いているかどうかなんですよ。で、生きる力そのものね。うん、なんですね。だ、例えばどういうことかというと。あの、これね、ポジティブとネガティブがあって、うん、成熟した防易規制というのはよりポジティブなやつなんです。例えば。 あがん検診で乳がんが見つかりましたショックですよねこれ最近よくありますよね、はい、それすごい精神的にショックですよねところがそうなったときにあれは前回のね検診でなんであの人は見つけられなかったんだダイツが悪いんだって言ってまあ、人のせいにするあるいはああもうダメだ絶対助からないんだ自分なんかダメなんだって言って自虐的になって、うん 行くまあそうなりがちですよね。ですよね。っていうようなのもあるけど場合によっては同じ乳がんで悩んでる人同士で、うん、例えばコミュニティを作ってお互いに支え合うっていう方向に行きましょうとかあるいは最近ねがんをね川柳で笑い飛ばす会ってあるんですよ。えーうん、でそうやってむしろ笑いに変えてしまう。うポジティブに考えるそうだからポジティブにそれを受け止めて要するに癒すんですけどどう癒すかなんですよあの本能的に。それねいくつかのタイプがあるんですって。これね東映とか だそういうようなものの中でより成熟した貿易性を無意識的にやってる人は人のせいにするとか自虐的になるっていうような悪いタイプの成熟してない貿易性の人に比べるともう明らかに年を取るに従っっててより幸せ度が違ってくるとだこの実はあの無意識的な反応である貿易性っていうのはすごく重要なんだってこの本が言ってるんですねそれから次ですね。 アルコール依存症がないことですこれは当然ですよね逆に言うとね、酒はね、適量なら全然いいんですよで問題なのはアルコール依存症になっちゃうともうこれはダメだとただこれはね、アルコールだけじゃないんですよ依存症ってやっぱり人生ってねで結局ここで重要なのはこのお医者さんも言ってますけどストレス、鬱、社会的地位の低下の結果としてアルコール依存症になるのではなくアルコール依存症が原因で えー、ス,トレスやだからやっぱりちょっとした不安をアルコールであのやっぱりどうしてもに依存してしまうもともとアルコール依存になりやすい遺伝子の人っていうのもどうもあるようですから特にそういう方は気をつけけていないといけないななとんですねだからひどい目にあったからアルコール依存になるわけじゃなくてというちょっとしたきっかけでなってしまうこれをやっぱりコントロールできないといけないんですよね。 であのワーカーホリズムなんかも含めてそうだと思うんですあのいわゆる長時間労働依存症とかね薬物もそうです依存症っていうのは不安への未成熟な防衛規制の結果なんですさっきのやつで言うとね要するに何かの不安があった時にそう悪い方に行っちゃうと防衛規制がそれがアルルコーだだっったたりりとか長時間労働だったりしちゃうんですよねそれをなんか人と分かち合い助け合うとかいい方に行くと同じ苦難でも乗り越えられることができるんですよね。 だから皆さんの防衛規制どうですかねということですよね。何か悪いことが起こったときに自分を自然に癒すときにどっち方向で何方向で癒す習慣が皆さん強いですかね。ちょっとご自分自身でね分析してほしいですよね。はい、はい。そしてもう一つねまあ当たり前ねようでドキッとくるね、はい、安定した結婚生活。はい、なんで安定した結婚生活ができている人は、はい、じゃあ幸せになっているんですかねとねあの皆さんどう思いますかねこれね。 これはね皆さん今うーっと考えている <laughs> ところじゃないでしょうか,これは、ね、だから安定した結婚生活になったから幸せになってるのかそもそも幸せになるような人だから結婚生活も安定できるのかっていうのもありますよね私は結構ね今のやつでいうと後者の部分が結構あるなと思っているんですよつまりね多様性の感受性の基本です結局ねよくほら性格の不一致で離婚しますって話あるでしょ、はい、あんな馬鹿げた話じゃないんです 性格は、ね、全員不一致なんでですす、ね、そそそももうねだからね相手の性格とうまく違うのを合わせて2人が楽しい生活をしていくっていうことに対してはお互いにお互いを理解し尊重し合って譲り合わわなないいとできないわけできけすよでそれができない人は性格の不一致が理由で離婚になるわけ。のこと言ったら誰とだってできないんですよ。 てただ、ね、性格が一致してもっ同じ性格同士でもぶつかりますからね,ねそれでで喧嘩になっちゃうケースもあるでしょだから一致したって不一致だって誰かと一緒に暮らせない人なんですよそれはっていう。ということは別にただ結婚生活だけの問題じゃないですよいろんな人がいます世の中には。そういう多様性に対して多様性を感じて人と人との関係性を作っていくという基本的な能力がないから結婚生活でさえうまくいかないんじゃないんですかと。 いううここととを言ってののかななれはでですすすねね他の人間関係にももつながりますもん、ね、そうですよ、ね、だからねやっぱり夫婦喧嘩であると思うんですよ皆さんもだけどこの結婚をねさあ,あのやっぱりうまくいかせるためにはどうしたらいいかということを相互が努力することはねその結婚生活だけじゃないんですよ。他の人とのねおっしゃるようにいろんな関係性にものすごい役に立ちますよ。 あの夫,婦夫婦喧嘩のね原因分析やると私は言うんですけどね、はいうん、そうするとねなんか見えてきますよあここが違うからこうなるんだ原因が分かるとねだからそうするといろんな同僚とかいろんな人たちに対するものの見方も、ね、少し寛容になれるんですよあきっとこういう部分がこういうふうだからこういうふうになるのかもしれないなって思われるわけでしょ。そうしないとよく怒りの,、ね、の,なんかそのコントロール アンガーマネージメントなんて言いますけどあれもねコアビリーフっていうものに対してどれだけ譲れる部分自分のコアビリーフどうじゃないものつまり自分と同じ自分と違うでも違う中で許せるか許せないかっていうのがあって自分と同じ人であってもね考え方とかがこれしかいないんでしょど同じ人はでも違う人がこんなにたくさんいるわけ。 だけど違う人の中で違うけど譲るって範囲をどれだけ広げるのかっていうのがアンガーマネジメントの基本だとアンガーマネジメント協会の,、ね、あの安藤、ね、会長が言っておられましたがまさに多様性性のの感受性の基本でですよね、はい、でね実はね高学歴ってもあるんです実はこれがですね<れ>ドキッとするんですけど、はい、これですねあの別に高学歴だからラッキーでいい収入を得てっていう話ではなく、はい、彼がずっとこれもだから見ていくとね何が分かるかっていうと例えばボストンの イタリアの貧民がイタリア人貧民街の出身者の中でより高学歴に行く人とそうじゃない人も当然いるわけですね。で高学歴に行った人の方が明らかに心身ともに幸せ健康になってる割合が高いでこれはね何かっていうとあれですってその,あの実は勉強っていうのは大変かもしれないけど自分の将来のために必要なんだと今。って思ったらそれをちゃんとできるかどうかです。つまり長期的な視点で 今の自分の生活を自己管理しコントロールするという習慣があるかないかそれができるかできないかの差が教育という部分で現れているだけだだからそれはおそらく健康だってそうですよねとだからよく言われますよねあの健康管理なんかもやっぱりそういうふうな長期的な視点で自分の人生に向かえない人ほど自分の体まあやっぱりいろんな成人病とかそういうものにもなりやすい っていうふうふに言われますよねだから所得水準によって成人平等のあり方とか明らかに変わってくるっていうでしょそれは全部どっかで根っこでねつまり長期的な視点で自分をコントロールするっていう習慣があるかないかっていうことにつながってるんですよね。ということはここで少しまとめっぽくなっていきたいんですがその「脱工業化社会の人生観ね大げさですけどね」。人生のコントロールできることとできないことを区別する知恵。 でコントロールできることにどう対処するかチャレンジするかそしてできないことは健全な防衛規制でどう受け止めるかなんですよね<ー>人生って結局はそれだと。はい、結局ねだ工業化社会っていうのは工場のように全て自分たちの都合でコントロールできる環境を作って粛々と計画通り生産するっていうイメージが強いんですが、はい、人生ってねコントロールできないことがたくさんあるってことですよ。だけど難しいのは コントロールできること、さっきの学歴みたいな。はい、コントロールできることもやらない。うん、今度逆にコントロールできないことをコントロールしようとする。はい、例えば、自分の親を、子供をコントロールしようとする。うん、もう、ね、だって、自分と違うんだから。自分の好きなようにはならないでしょっていうのをイライラする。だけど、肝心の自分の健康管理とか。自分がコントロールできることを内外処理にする。これが一番不幸に行くんですよ。うん、だから、まずはコントロールできないことと、できることを、ちゃんと正確に峻別しましょう。ね。 そしてコントロールできることについてちゃんと長期的視点でしっかりと習慣化することでコントロールしていきましょうそしてコントロールできないことは受け止めましょうとポジティブにね防衛規制でもうこれね一言で言ったら基本ですよこれをやってれば仕事人生もあの人生全体もよりハッピーになるとそこをしっかり捉えておくことって大事ですね分かっているのといないのでは大きく違いますねそうなんですよねそして、ね、もう一つ、ね、この本で書いてあることで重要なことが、はい 老人の知恵の誤解老人のね知恵っていうのが生きる上でとても重要なんだって言うんだけど実は老人の知恵って言ってる知恵は大体その人トラッキング調査していくともう40代でだ持ってどん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 年齢を重ねたら知恵がどんどん増えていくやるっていうよりも大体40代ぐらいまででほぼその人の人生における知恵っていうのはかなりもう出来上がってきてきるとだからどんな知恵をどれだけ持っているかということが年を取ってからね 幸せな老後と関係あるかっていうともうだからその逆にその40代までで知恵は積み重ねなきゃいけない逆に言うとただしじゃあ60代70代80代になって一体何が一番相関するのかっていうと知恵があっても行動しなかったら何にも意味がないんだとですから知恵そのものがどれだけあるかって老人ってそういうイメージになっちゃうじゃないですか,、うん、だかそうじゃないんだと。 知恵よりもっと大事なことがあって、それは思考ではなく、あの行動だ。要するに知恵を持ってることではなく、どんな行動をする習慣を持っているかだと、さっきのあのコントロールできることとで,できないこととかさ。さあ、あいうことを含めてね。それが重要なんだということですよね。はいでですね。もう最後いよいよまとめの話にこう入っていきたいんですけども。まさに私たちは一生涯付随的なまあ、つまり、これは無意識のってことですね。 いわゆるさっきの防衛規制のような対処機能によって自分自身を癒しているんだ。彼は言ってるわけですね。いわゆる対処規制ですね。いわゆる防衛規制の成熟度が最も重要なんだと。さっきから申し上げたことですね。そしてもう一つやっぱりまとめて言うと計画と実行の分離ですね。というのが工業化社会の枠組みでなんですが、これで人生やキャリアチェンジはマネジメントできない、うん、ねあのキャリアチェンジについて書いたあのまあ日本のあの本のタイトルっていうのは良くなくてあの ハーバード流キャリアチェンジ術っていう本があるんですけど、うん、ハーミニア・イバーラというですねインシアードの教授が女性の教授が書いた本ですがそこに出てくるんです。時間や気力のほとんど思考ででははななくく行行動にに計画ではなく実行にというのがそのポイントだったと。ですから徹底的に細かく計画を立ててでそしたらその通り実行していくっていうのが工業化社会のパラナイムだとしたらつまりそれを計画と実行の分離って言ってるんですね。 皆さん、最近、そういうふうにね、もう損得、短期的損得で計画を立てて、いくでしょ、はい、あるね、銀行のね、人事の方、ね、と、前お話してね、言ってましたよ。この間さ、もう面接しててもう困、困る、やんなっちゃいましたよ。ね、君さって、何気なくね、うちの銀行にもし入ったら、どんなふうなキャリア。 ね、考えてるのってあの聞いたら私はですねやっぱり最初はなんかねその下町とかの,あの、ね、中小企業の社長さんとかそういう人たちと接することによって、まあ、基礎、ね、この金融業の基礎、ね、お客様の理解そういう経験を23、うん、年はやっぱりしたいですよね。 でその上でですねやっぱりこれからの金融業界は銀行業だけじゃダメだと、ね、これからやっぱり例えば、まあ、いろんな、ね、証券業だってやらなきゃいけないだから関連のグループ会社ありますよねその証券会社2年ぐらい出向させていただいてその上でですねその後この辺でマネジメントの、ね、より広い視野を、ね、だからビジネススクールに留学させていただいてで帰ってきてそしてなんかどっかの子会社の「ないないのないないの」をやらせていただいてそのようにこうやってって「お前なと」とそんなふうに計画通り行くわけねえだろうと思うどん引きしましたよって言ってましたけど。全くそうです、ね、だでそういう風に計画をで していくものだと人生は思っちゃってる人が出始めてて、これとんでもない間違いですよねと言っておきますけどね。工業化社会のパラダイムつまり古いパラダイムにガチガチに縛られちゃったんですよ。その人は。それではいけませんね。最後に言いたいんです。やっぱりもう一回戻りたいんですが、仕事と人生をうまい意味で統合させましょうよ。単純にね、バランスじゃないんですよ。例えば、遊ぶにも修行が必要なんです。 遊ぶ能能力力は仕事を楽しむ能力につながります今ねあまりにもね素晴らしいプロが考えた素晴らしい遊びがいろいろあるとねもう受け身でも楽しくなっちゃうんです何もこっちから能動的に遊ぼうと思わなくてもさお金さえ払えば映画をすごいただ座っててうわーすげえと思えるしみたいななんかどっかその、ね、テーマパーク行けばもう全部楽しませてくれるでしょ、ね、だけど昔はさ、うん、何にもなくてもさ石1個とか缶1個でさ1日遊んでたわけじゃん缶蹴りとかさ。<laughs> あれクリエイティビティィビなかったら遊べませんよ だからね本当にあの石垣島のねあのおじいがどっかにあの、ね、帰ってましたけど、ね、最近ね内地からねもうのんびりしたい何もないとこがいいって言ってね移住してくる人がいるけど結構多くの人がすぐ帰っちゃう。なぜかっていうとね何にもないとこがいいって言ってくるんです本当に何もないんだよね。はい、そうするとさ海岸とかに行ってさタコトリとかねそのタコトリ名人のおじいがずっとタコトリして でもちょっと教えてるんだけどさ、なんうまくいかないでちょっと飽きちゃうんだよね彼。飽きちゃうとああ面白いことないなってそれはそうだよ。何にもないのがいいって言ったのお前だろうって言うんだけど、何にもないのが飽きて帰っちゃう。う結局ね彼は言ってねこう言ってるんですよ。遊びにも修行が必要だってっていうことですよね。でその能力があるってことはやっぱり仕事さえ楽しめるようになるんですよ。だから受け身の遊びではないと遊びにも修行が必要だ、ねそ。そして優先順位ではなく二つ以上大切なことが並列している状態が健全で生きる力を生み出すんです。 優先順位をつけるとか何か一つに絞り込むんじゃないと人生で大切なことは二つ以上あるんですよね。ラッキングマザーなどもそうですものね、はい。そうなんです。ですから最後にもう一回だけこれは注意しておきたいんですね。こういうことなんですね。あのビジネスプロセスの複雑化が顧客への感受性を鈍化させてる。つまりいろいろビジネスのプロセスは複雑化してるから全然顧客の遠いところで一生懸命仕事をしてる。ねあるいは偏った顧客にしか接しない。 そうすすするるお客さんに対する感受性がなくなくりますよね仕事の過度な分業が他者つまり同僚他の部分をやっている人への感受性を鈍化させる全く同じことが家事100%と仕事100%の専業主婦と旦那の夫婦の場合相手がやってるることに対すす感受性を鈍化させますよねだからやっぱりあまりにも分業しすぎることがやっぱり人間としての感受性をおかしくしてしまうそういうことも含めて人生で大事なことは一つじゃないんだと。 最後に申し上げたいんですね。このシリーズの最後で、やっぱりぜひ申し上げたいことは。人生で大事なことは一つではないと。必ず二つ以上ありますから。仕事は大事です。でも、他にも大事なこともあります。そうしないと、仕事人生もうまくいかなくなっちゃうと。いうことがあるんじゃないのかなと。思いますよね。十五回にわたってお送りしてきました。私たちのキャリア入門ですが。最後にご覧の皆さんに一言メッセージをお願いします。そうですね。あの、ずっとね、このシリーズで申し上げてきましたけど。 あの仕事人生あるいは人生全体ってそんなにねうまいこと都合よくいくもんじゃないんですよねですからやっぱり長い視点で確実にいい習慣を身につけていただくということがやっぱりすべてのことについて非常に重要だと思うんですよね。あのキャリア焦っても、ね、今人生長いですおそらく今の若い方々ね今の例えば20代の方々なんて場合によってはねもう平均100歳ぐらいまで生きるかもしれないですよね。 それをね本当に最初の若いうちの1年2年でね一喜一憂しないであの長い目で見ていい習慣を確実に蓄積にしていくそして確実にいいチャンスをものにしていくチャンスをやってくる時にためにもたくさんチャンスが来るようにいい習慣を身につけてちゃんと布石を打っていけばいつかチャンスはやってくるんだというふうに信じてやり続けていくとそして来たチャンスは絶対逃さないというふうにあの行動重視計画と行動をね 分離しすぎにいずにあの前向きにいい習慣を身につけていただきたいなとこんな風に思いますねはい、はい、働く未来をお得に考えるタイプメンバーズパークがお届けするビジネスパーソン向けのオンラインキャリア講座私たちのキャリア入門ぜひ皆さんこの講座で学んだことを参考にして自分らしいキャリアを手に入れてください高橋さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました